なんかすすり泣きがこうやまないんんなん複雑な心境です、うん、俺のせいなんだよな <laughs> <laughs> それでは続けてキャストの皆様にそれぞれ今のお気持ちを伺いたいと思います。尾崎さんはい,、えー、いやそうですねなかなかすすり泣きがこう止まない、うん、あそうでしたか、はい、その終わっちゃったなという寂しい気持ちがやっぱり大きいですねそのアフレコ自体も2021年にやっててそこからこう、えー、関わらせていただいて。 で、5月から上映が始まって、えー、まあじゃあ最終幕やる頃はなんか暑い季節になってますねみたいな話をしたのがもう4ヶ月も前かというなんかあっという間だったなという気持ちとまあ、こう皆さんに最後まで、えー、物語を見ていただけたというところのこう満足感とで、えー、なんかこう複雑な複雑な心境です。うん、はい 皆さんんとと同じじ気持ちです、はい、<laughs> そんな感じですすすすはいいいそな感ありがとうございまま、うん、お願いします俺のせいなんだよな。<laughs> <laughs> <laughs> っていうのだけじゃない、まあ、ノーランドというね彼も彼なりに背負わされたものもあるし、<laughs> 彼なりに純粋に信じきってて、まあ、信じきるという言い方を、ね、僕にしたいと思うけど、彼なりにぶれることもなくずっとやった結果で、まあ、もちろん何が正しい、何が悪いっても、それはもう、これ、ネタバレしていいんですよね。 あだとしたらブルターニアのおじさんが <laughs> 望んでいたものがありそれがより凝縮した存在になっててそれのせいでいろんなことが起きたけどでも彼は彼なりに被害者っつったらちょっと自分で救おうとしすぎてるんだけどなんかととと突突に後付けで生み出されて生み出されたものに背負わされてその背負わされたものを迷わず彼はやっただけで、まあ、結果すまんなっていう感じにはなってるんですけど <laughs> 僕、これ見てて当然辛いし引っかけ回されたし僕は特に足押しの人間としてはいろいろ思うところがあったんですけどでも最後にまあ桜が自分のためにも言うけどもあれってのはみんな自分に対してだけじゃなくて前を向く力を他の人にもくれてるような気がしてて僕はあそこにまだ一じの救いがあるんじゃないかなと思ったんで、えー、何回も見ていただけるといろいろ気づくと思うんでね見るたびに嫌われる可能性はあるんですけど <laughs> いっぱい見ていただきたいなとあとねまだ言えてないことがいっぱいあります。本当 いつか全部て悲しい、打ちひしがれるいろんな感情がある中で僕はあの中に最後に絶対救いとか前を向く力もある作品だと思っててそれを結構、演者のみんなも理解して今日話してくれたと思うんでああそういう見解もあるそういう考えもあるそういう思いもあるっていうのを今日ここにいる人しか伝わらないかもしれないけどっていうのを考えてもう一回見ていただきたいなと心の底から思っておりますあと個人的には僕はクローンなんでいくらでも出ますからね。<laughs> <laughs> 一人倒すのにあんなに苦労してましたけど、ま,あですからね、ま,まだ全然たくさん量産型量産型、で。量産型、量産型、若元さんなんて嫌じゃん、若元さん言うてもうてる量産型としてね、これからも頑張っていきたいなと思いますけれども、まあ、僕自身はでも、なんでしょうね、今まで何も言えなかったことが少し喋れたから、本当、ね、セリフじゃねえけど、これでようやく眠れると思いました。今日あありりががととううごござざいいまましたす